まず出身地はどこだいって言われて福島って答えると、本当に本当にちっちゃい子からお年寄りまでほとんど全ての人が福島を知ってて、まあ、そこから例えば原発の話だったりっていうことは何度も聞かれました。はい、フランスは 75% ぐらいは原子力発電で本当に原発大国なんですけど、やはりその福島の事故の後にすごくフランスの中でもデモとかが起こって、やはりフランス人の原発に対する見方が変わってるっていう話を聞いて、それで日本人としてはどう思うって聞かれて、僕は福島で実際に住んでたのでやはり反対だって